クロノス、クロノス、クローノスは2008年4月1日より平日の朝に JFN 系列で放送されている早朝の情報ワイド番組の通称である。この番組では5時台のクロノスウィズ、クロノスウィズ2018年4月2日東京 FM ローカルを除いて番組正式名称にパーソナリティの名前を冠しており月から木曜日は 中西鉄夫のクロノス、中西鉄夫のクロノス、2009年4月1日イ、金曜日は、早見剣道のクロノスフライデー、早水剣道のクロノスフライデー、2016年4月1日、イとして放送している。また、東京 FM では、クロノスの、プレ番組として、クロノスウィズを2018年4月2日より、平日5時,5時55分に放送している。 ジャパン FM ネットワーク平日朝ワイドワークとして放送されてきたスカイの後継番組として2008年4月から月曜く木曜は弁護士のヤシロヒデキを迎えてヤシロヒデキのクロノスやシロヒデキのクノスを金曜はタレントのリサステックマイヤーを迎えてリサステックマイヤーのクロノスとして放送開始2009年4月からの月曜く木曜は スポーツジャーナリストの中西哲夫を迎え、中西哲夫のクロノスが放送開始。2010年3月をもって金曜のリサステックマイヤーのクロノスが終了することに伴い、2010年4月から2016年3月に中西哲夫のクロノスを金曜までは区拡大する。2016年4月からの月木曜は従来通りの中西哲夫のクロノス。 金曜の一週間のニュースを深く掘り下げ、週末のエンタメカルチャー情報に特化するクロノスフライデーを新設し、ライターの早見健郎を迎えて、早見健郎のクロノスフライデーとして放送している。2018年4月からは、ターゲットリスナーのライフスタイルの早朝化に合わせ、東京 FM ローカルにて、月から金曜日5時555時分にクロノスウィズを新設した。なお、 この番組では6時からの JFN ネット番組、クロノスでアシスタントを務めるパーソナリティが、メインパーソナリティを務め、ニュース、天気予報、音楽を中心に放送する。なお、東京 FM で、平日5時台に生放送情報番組を放送するのは2010年3月以来、月期5時マイナス8、30、中西哲夫のクロノス、金5時マイナス8、30、 リサステックマイヤーのクロノスとなる。7時7時30分は JFNA ラインネット番組として系列38局のフルネットで放送される。そのため FM モーニング東京時代からの継続でこの時間帯にニュース番組を設け JFN 唯一のネットワークニュースゾーンとしている。その他にも JFN ニュースなどが存在するが機関局などを中心に 自社制作でニュースをまかなうことがあるため、なお、一部系列局を除いて8時8時20分も JFNA ラインネット番組である。クロノスの番組コンセプトは、今、僕たち私たちの時代に何が起きているのか何が変わろうとしているのか中田は JFNC パーソナリティ、小賀、柴田は東京 FM アナウンサー、デン長田、大沢、 高橋はフリーアナウンサー。八代は6時からの出演。クロノスウィズは2018年4月2日から、現在、毎週月曜く金曜5時,5時55分に放送されている。中西哲夫のクロノスは2009年4月1日から、現在、毎週月曜く木曜6時8時55分に放送されている。メイン アシスタント、大炎、早見み剣道のクロノスフライデー、早見ず剣道のクロノスフライデーは2016年4月1日から毎週金曜6時8時55分に放送されている。メインアシスタント、大炎、やしろひできのクロノスは2008年4月1日から2009年3月31日までの毎週月から木曜日に放送されていた。メイン アシスタント、ダイエン、リサステックマイヤーのクロノスは、番組内通称、クロノスハッピーフライデーエディション2008年4月1日から2010年3月26日までの、毎週金曜日に放送されていた。メインアシスタント、クロノスは全然番組の、アイズオンジャパン、全番組の、スカイの流れを組む番組であり、JFN 各局では、以下のように配信、制作元が異なる。 JFNC ネット局では、ほとんどの場合、6時台の JFNCB に、ラインプログラム、一部時間帯は、a ラインプログラムと7時30分までの、a ラインプログラムをクロノスとしており、8時以降の、a ラインプログラム枠は単独体番組や自主、制作番組の内包番組として放送される、場合が多い、後日のネット局の項も参照。なお、東京 FM では5時,5時55分、 6時8時55分までを東京 FM の朝ワイド番組クロノスとしている。クロノスヘッドラインニュース、ウェザーガイド、交通情報は随時、時間はタイムテーブルを参照。月金曜6時8時55分はステーションジングルが流れる。番組内で使用されている BGM やジングルは番組改編期ごと原則は4月、10月にリニューアルされている。また、 2017年4月には番組全体の BGM 及びコーナータイトルコール、タイムコールをすべてリニューアルした。また番組開始時からオープニングテーマ、エンディングテーマの設定があったがオープニングテーマは2011年9月、エンディングテーマは2017年3月をもって設定はなくなっている。参考、ラジオ番組表2017秋頃の 各局タイムテーブルエライン相当枠は6時30分、6、44.7、00から7、30.8、00から8時17分。ネット局の中には放送枠上8時20分までをクロノス枠とするつぼネがあるが、実際は7時30分8時は別番組が放送されている、後日。特に表記のないつぼネは6時7時30分をクロノスとするつぼネ。 インは2018年4月現在、ラジコ、プレミアム含むで、聴取可能な放送局。すべて平日の放送で、それぞれ放送時間の早い順から記載。アグリズムは、金曜の放送がないため、金曜に限って、北海道、兵庫、沖縄では、JFNC ワクフルネット、群馬では6時45分のブロックが、静岡、広島では6時15分のブロックが放送される。 東京 FM が2009年から、クラレランドセルは海を越えて、とタックを組んで放送している、新年最初の東京 FM ホリデースペシャル。成人の日を誰かのためにできることを考える日として、放送年に成人を迎える、著名人やクラレが中心となって、古くなったランドセルをアフガニスタンに寄付する活動、ランドセルは海を越えてに賛同した著名人をゲストに、迎える。また、 放送当日のスタジオで古くなったランドセルの寄付を募る。2016年までは渋谷スペインザカスタジオから公開性放送を行っていたが、スペインザカスタジオ閉鎖に伴い2017年は半蔵門の東京 FM 本社ロビーで、2018年はマルビルで、2019年は銀座ソニーパークスタジオから公開性放送を行う。 クロノスの1コーナーとして放送しているラブホープヒューマンケアプロジェクトの特別番組。FIFA ワールドカップ開催期間中に、トドヨ FM 及び JFN 各局でジャパンコンソーシアム制作、FIFA ワールドカップラジオ実況中継と合わせて放送されるサッカー日本代表応援番組。開催年ごとにスポーツジャーナリストである中西がパーソナリティやゲストとして、 解説を務めている。2014年は深夜、早朝開催だったため、平日放送分については、通常のクロノスを変更し、中西とゲストの解説を交えて、放送された。2018年は夜、深夜開催だったため、平日夜、放送分については、スクールオブロックを変更する形で放送され、党、山校長、芦澤教頭ともに、 中西がパーソナリティを務めた。また、事前、事後番組扱いで短縮放送された、スクールオブロックにも中西がゲスト出演した。また、クロノス内でも大会期間中、スポーツクロノスや A ライン枠にて試合解説を行った。さらに、中西パーソナリティの直前特番、東京 FM サンデースペシャル 2018FIFA ワールドカップ。 チアアップステーションエクストラゲストヤンスも放送された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。